こんにちは、兄です。今日は仮面ライダービルドチョコ最終回でございます。はい、限定フルボトルが当たる仮面ライダービルドチョコの開封なんですけども、今回が最終回となります。過去2回やっているんですけども、その都度3ケース42箱かな、開けていて、で、今日もね、3ケース42箱開封したいと思います。ねえ、今日当たるといいんですけどもね、なかなか当たらないもので、当たりはこういった感じで、食玩フルボトルのクリアラメバージョンでございます。日本セットは2000名様に当たるんですけども、この2000名っていう枠がね、なかなかどうして当たらないですね。こういうのはね、本当にもう運だからね、一箱買って当たる人もいればね、こういっぱい買っても当たらない人もいるし、まあね、この42個の中に当たりが入っていると信じて、頑張って開けていきましょう。一箱目いきたいと思います。最近ね、このバーッと開けてっちゃって、一箱一箱を大事にしてないので、今日は大事に開けていきたいと思います。いきます。せーの、ドンと。外れでございます。2箱目せーのドン、外れ。3箱目、さあ来い、せーのドン、外れ。ちょっとね、サイバースペースで開けてるとよくわからないな、柄が。まあいいや、行きましょう。4箱目、さあ来い、せーのドンと、外れ。5箱目、さあ来い、せーのドンと、外れ。6箱目、せーのドンと、外れ。7箱目、せーのドンと、外れ。当たりを見たことがないから、ちょっとねえ、どんな感じなのかがちょっとピンとこないんだよね。はい、入ってないですね。8箱目、せーの、ドンと、外れ。9箱目、せーの、ドンと、外れ。10箱目、せーの、ドンと、外れ。11箱目、せーの、ドン、外れ。12箱目、せーの、ドンと、外れ。13箱目、せーの、ドン、外れ。1ケース目最後になります。14箱目、せーの、ドンと、外れ。2ケース目いきます。せーの、ドンと、外れ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 、ドン、外れ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 。2ケース目最後の箱となりました。よっと、さあそろそろ出てほしい、これ当たり。よっと、ダメです。あー、2箱目終わっちゃったよ。もうあと最後の1ケースになっちゃったよ、これ。あと14個で今年のチョコの戦いは終わりになります。いや、ほんと当たんねえな。もうチョコレートね、こんなにいっぱい食べきれないんだよね。いろんなところに配ったりとかしてるんですけどね、もっとチャレンジしたいっていう気持ちもあるはあるんだけど、チョコが食えないんだ、もうほんと正直な話ね。まあ、食べれないわけじゃないんだよ。食べれるんだけど、食べた結果ですね、僕すごい太ったんですよね、この2、3年で。
ベストな体重が58キロぐらいで、で、こんなチョコレートをね、こういうのをこう、ね、ゴーストの時とかひどかったからね、ごめんなさい。ゴーストの時ね、配り回ったけど、ふわチョコモナカが美味しすぎて1日に3枚4枚毎日当たり前のように食べてたからね。で、そしたらね、60キロぐらいだった体重が75キロまで増えたんですよ。でもさすがにね、それはまずいなっていうか、奥さんにですね、死ぬよと言われて、でね、ちょっとなんとかしなきゃなと、まあ、確かに首をね、後ろにこう倒していくと、こうなんていうのかな、首の部分の肉が邪魔で上げづらいんですよ。そういう状況になったんだよね。で、あんまりその顔に出なくて体が大きくなっていくような感じ。でも服を着ればわからないみたいな感じで、そう、全然ね、周りの人は誰も太ってるとかそういう話がそんなに出てこなくて。でもね、さすがに70キロ超えたぐらいから太ったみたいな感じな話は出たんだよね。そう。それでこの4月から頑張ってちょっとダイエットしまして、今64キロぐらいかな。夏にね、62キロまで行ったんだけど、ちょっと最近サボっていて、うん、64ぐらいに戻っちゃってるので、また油断してると行っちゃうからね。まあそういうわけで、そう、チョコレートはそんなにいっぱい食べちゃいけないんですよ。いけないんですよ。はい。うん。そういうわけで、どういうわけだ？よくわかんないけど、最後の一ケース、今年最後のね、ライダーチョコの戦い、行きましょう！行きます。さあ、来てくれ来てくれ、せーの、ドンと外れ、よっと、ドンと外れ、よっと、ドンと外れ、せーの、ドンと外れ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 。いやー、最後のケース半分来ちゃいました。残り7箱でございます。さあさあ、怖いよ、もう今年も外れなの。よっと、外れ、せーの、ドンと、はい、外れ。残り5箱、せーの、ドン、外れ。4箱、ドンと外れ。3、ドン、外れ。残り2、せーの、ドンと外れ。来ちゃったー、ラストでございます。42箱を3回だから126かな、126箱目の開封になります。126箱かよ。ここで当たりが出たら嬉しいな。毎回ね、こういうことを言って最後は当たらないんだけども、今回は当たっちゃったりなんかしていきます。せーの、ドンと、ドンと、ドンと、はい、外れでございます。終わった終わっちゃった。はい、そういうわけで仮面ライダービルドチョコ、第3回にわたってかな、開封していって、全部で126箱開封していったんですけども、当たりは出ませんでした。残念。いやー、ほんと当たんないよね、これはね。戦隊も合わせてやってるけど、どっちも当たらんよね、ほんとに。今まででゴーストしか当たったことないよ。ゴーストの時はすっげー開けたからな。まあ、あれだけ開けたら当たんなきゃね、ちょっと参るなっていうぐらい開けたけど、うん、はい、そういうわけで今年もダメでした、すいません。はい、うん、で、まあ仮面ライダービルドね、今第6話になるのかな、今度第、この間第5話が終わったのかな、うん、ね、
話の展開がすごい早いですよね。こう謎で終わったらもうその翌週ではね、その謎の答えがある程度出て、でまた新しい謎がね、生まれるっていうか、新しい展開がみたいな、そんな感じでね、もう多分ね、これを続けていくっていうか、こう謎に謎がこうどん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 上乗せしていくっていうよりかは、ちょっとずつの謎がねポン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 出てきて、でも大きな謎っていうのがねずっと後ろにあるみたいな、そういう流れでいくんじゃないかなっていう気がしていて、すごいね話が面白いですよね。もう最初からこうだれるタイミングがないっていうか、うん、どこまでこの調子でいけるのかがわからないんだけど、中だるみがやってきちゃうのか、それともねずっとこの調子でテンションをね保ったままいけるのか、本当にすごい楽しみですね。あとねみそらちゃんが遊んでいたこの焼肉パズルね、これもすごい面白いので、動画作ってるのでもし気になってる方はねここら辺から見てください。はい、そういうわけでね今日は残念でした。また次の動画でバイバイ。